チャオ、あっちゃんです。今日は12月の27日、日曜日、あっちゃんの朝ごはんパン。食べましょう。食べましょう。じゃあ焼きましょう。作りましょう。ここにね、今日もこれです。もう、ちょっと年末からね、年末ちゃうわ。この前からね、ちょっとね、体温を上げようと。ジンジャー系のね、トーストを作ってみるよね。今日はね、いっぱい買ってきてね、使うようにしてんのね。もちろん他のね、料理とかにも生姜をできるだけね、積極的に取り入れていって、まあ、カプサイシン、唐辛子とかもいいんだけど、唐辛子、喉に来るからね、まあ、今はいいんだけどね、あんまり喋り仕事の多い時は、まあ、ここから年末にかけてね、ちょっとぐらい、使ってもいいんだけどね、喉がね、声が出んくなったらあかんからさ、結構ね、喉に来るんよね、こういうのね、けど、まあね、あまり入れすぎず、でもちゃんと入れてね、食べていくってすごい大事なことやしね。よいしょ。よいしょ。ベーコン。何しようかな。ネギをね、バラバラと散らして、ネギ美味しいからね。九条ネギです。癖の少ない九条ネギ。チーズをパラパラって。ではこれをね、焼いていきます。リンゴ酢、トマトジュース、じゃあ食べましょうか。はい、焼けました。今日はね、ベーコンとネギ、ベーコンと九条ネギの、ジンジャーピザトーストいただきます。いただきます。ネギが美味しい。ネギとね、生姜すごい美味しい。うん。いいね。いいね。日曜日でしょ。何やかんやん。もうでも年内の予定はほぼほぼ終わってんねん。で、おせちを作っていかなあかんねん。おせちっていうかね、数の子塩抜きして、でます、いかにんじん何たち作っていこうかなと思って。
うん、今年ちょっと殻のことか作り方を変えようかなと思ってんのね。うん、カニ肉はね、うん、伝統の味、うん、伝統の味というか、うん、変にアレンジを入れずにね、ミキちゃんに教えてもらった通り作ろうかなと思って。カズノコはね、いつも醤油、ほぼ醤油メインで漬け込むんだけど、だし醤油で漬け込むかな、だしを作ろうかなと思って。うん。余計なことしないでいいかな。カツオだけでいいかな。うん。正月料理やもんね。変に凝るより、定番でいった方がいいか。まあ日持ちも兼ねてね、できるだけ水を使わずね、だしだけで取った方がいいしね。うん。うん。よしよしよし。あんま体温測ったかな。ソーレンだけ測るの忘れてて。体温がね、安定せえへんのよ。半熟、まあ、6度台乗ってくれたらいいんだけどね、5度、半熟5度台になるとやっぱしちょっとね、しんどいの。朝ね、体温が低いと起きられへん、起きられへん、起きにくいね、低血圧もあるけど、低体温もあったやろな、起きにくいのね。おかしいんけどね、でも体調のいい時ちゃんと夜寝てね、ちゃんと朝ある程度の時間に起きて、ね、ちゃんとこう人間のね生きるリズムをちゃんと合わせていくと、体温もある程度いってる、で一定の温度まで上がってる。でもやっぱりね、体調が悪いから寝れへんのか、寝へんから体調が悪いのか分からへんねんけど、なんちゅう、睡眠不足になってくると体温下がってくるね。まあ、睡眠不足ってほんま体に悪いねん、精神的にも肉体的にもね。だからほんまに睡眠不足だけは解消しなあかんねんけどなと思ってんねんけど、いくらね健康的な調味料、健康的な食材使っても、睡眠不足だけはね解消できへんからね。それはほんまに寝なあかんから。でも YouTuber ってね、まあ YouTuber
一人でやってりゃ時間ってどないやと作れるけど、子供と生活してたら子供のペース、昼のペースと夜の YouTube 作るね、動画作ったりね、夜の方が効率いいねんね、まあ、邪魔も入らへんし、だから、昼間はねどうしてもあのノイズが入ったり、宅急便が来たりとか、いろんなそういうね電話かかったりとか、いろんなことが起こるけど、夜ってそんな少ないから、めったにないからね、だから結構静かな空間で撮れたりするね。だから夜に活動した方がええねんけど、やっぱ体には悪い。だからまあね、まあなっちゃんのトーク系動画に夜とか昼とか関係ないから、まあ、そんな気にせず撮ってもええねんけどね。まあでもね、きっちり6時間は寝てで、ね、体調だけは整えるようにかなと思うんだけど、6度いくかな、なかなかね体調がどうなんでしょうね。まあでもなんかね、こういうあの生姜とかしてても、ね、35.9 度、ギリいってない。でもちょっとずつ上がってるな。この前 35.4 度まで落ちたからね、一回ね。やっぱね、今日はね、まあまあ寝た、6時間弱ぐらい寝た。だからまあまあ寝た方やけどね、それも慢性的な寝不足は解消できへんからね。まあ、冬休みね、時間反転しても、正月ね、時間反転してもいいし、ぐだぐだしてもいいしね、ほんまに朝から晩までお酒飲んでダラダラしとってもいいしね、でも睡眠時間だけは確保して、体調だけ整えて、2021年いい動画が撮れるようにね、頑張っていきたいと思います。やっぱりね、体が資本っていうのはすごい大事なことやしね、頑張って、体調を整えていい、ね、あっちゃんねる全力で楽しめるようにね、頑張っていきたいと思います。ということで今日のあっちゃんの朝ごはん、何やったっけ、九条ネギとベーコンのジンジャーピザトースト。よかったやと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。